はい、どうも、ホトさんです。はい、まあ、550連で爆死したんですが、最終日ですね。最終日になるので、まあ、一応出てないザマス、ロゼ、アルティメット、ソンゴハン級種のブーかなのどれか1体が出るまでちょっと頑張って回そうかも。出るまで、何かが出るまで回します。ちょっと。おー、バイバイみんなが出るとなんかそのフェス弦が出やすい気が。するっていう投稿を見てちょっと期待しますけど、ブーかロゼ出てください。ちょっとね、やっぱ550円で出てない、3体出てないっていうのはね。なるほど、シャンパね、今まで持ってなかったんですけど、550円でもう3体出てない。もう1体フェス元気でください。赤くなれ。あー、やっぱブーは出ますけどね。なるほど、もう笑うよ、破壊神でね、強いね。やばいやばい、なんかメッセージが来ちゃいました。ちょっと動画で一回隠します。個人情報ちょっとバリバリなものが上に出る。はい、まあどうしよう、ちょっと追加しましょう、しょうがない。はい、課金してちょっと石ももらえたやつも集めてきました。はい、お願いします。確定演出出てくれれば。ここまで出ないのかな。3個か。あー、髪もダメですね。黒いままじゃない、出ないですね。今回厳しいかな。 SSR さっき、まあシャンパですけど2体出たので、なんか無駄な運を使ってきた。ちょっとライン来ちゃいましたね。オフにしたら使いましたね、スイッチを。まあまあこんな感じですね。はい、じゃあ行きましょう。ほんとちょっとこう、ここで30連目かな、580連か合わせて。ちょっと、あと600、あ、おお、確定演出2回目、お願いします。3段階目までいった。もうね、あの、シャンパはいいので。この3体、なんのかな、ザマスと、ブーと、ロゼ。ロゼとは言わないですけど。きたー。正直ちょっとバグってんじゃないかって思ってたんですけど、日にち変えたから分かんない。もう510連で3体出ないってどんな確率だよって思ってたんですけど、一応データは、おありがとうございます。これも5体目かな。でもまあちょっと2枚抜きは嬉しいですね。やろうぜ。もうね、ブーがザマスが、おっ、ブー、そっちこっちじゃないですけど、3枚抜き、あー出ましたね。580連か、580連で出ました。ちょっともうなんか出なかったんで、ちょっとどうしようかと思ったんですけど、まあ、ありがとうございます。いやー、ちょっとね、どんなガチャよりも引きましたね。580連で対象が出る、580連ってもういくらでも考えるのもちょっと考えない方がいいですね。まあ、580回回してロゼは出て、ただまだアルティメット九州のブーと、そうですね、新キャラのツサマスは出てないという状況です。まあでも、まあ、ロゼが出てくれて終わりになったんで、まあこう見たことない引き、まあ、かなり楽しくガチャを引きましたけど、まあ、最終日に引いたんでね、これ育成とかはまあ当然ランク的にも全然できないんですけど、まあ僕はね、ちょっとガチャでとにかく揃えるっていうことが僕のゲームの遊び方になってるので、はい、ちょっとちゃんと、まああられちゃんもね、六冠覚醒かなり石を溶かしたんですけど、無事コインも集まったので、あられちゃんもちょっと覚醒させて、まあこのロゼットベジとかの2体は揃えられたんで、1体ずつですけど、ちょっとちゃんと育てて楽しんでいこうと思います。いや、本当にありがとうございました。600連前に出てよかったです。
どうもご視聴ありがとうございました。